クリーンショットの撮影方法について説明いたします。スクリーンショットは2種類の方法で撮影可能です。撮影方法1、電源ボタンと音量小ボタンを同時に押します。撮影方法2、履歴ボタンを押してスクリーンショットをタップします。続いて撮影したスクリーンショットの保存先についてご説明いたします。ホーム画面を上にスライドしてファイルズをタップします。画像をタップします。ここから撮影したスクリーンショットの確認が可能です。